はい、ご視聴いただきありがとうございます。本動画撮影並びに編集を担当いたしております鉄道旅行推進協議会代表古谷です。終点大阪梅田までよろしくお願いいたします。それでは京都河原町駅で発車いたします。途中停車駅は烏丸、桂、長岡天神、高槻市、茨城市、淡路、十三、終点大阪、梅田の順に停車いたします。いわゆる7300系なので残念な特急の分類に入ります。ご乗車ありがとうございます。この電車は特急大阪梅田行きです。次は烏丸です。地下鉄烏丸線はお乗り換えください。烏丸の次は桂に止まります。はい、烏丸です。地下鉄烏丸線はお乗り換えください。次は桂に止まります。人いっぱいですね、やっぱり。出ます。ご乗車ありがとうございました。烏丸です。お客様に続いておりください。地下鉄烏丸線を次の停車駅は桂駅となっております。一気に満員状態になっております。それでは、烏丸駅発車です。桂までナレーションを止めます。しばし全面展望動画をお楽しみください。
が長岡天神に停まります。脱退口方面各駅には左側の準急にお乗り換えください。この先高杉市でも各駅停車に連絡します。出口は左側です。はい、桂駅です。阪急嵐山線は乗り換えです。はい、桂駅発車です。次は長岡天神に停車いたします。長岡天神までナレーションを止めます。全面展望動画をお楽しみください。それでは後ほど。長岡天神、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 
る。え、長岡天神駅です。長岡天満宮へお越しの方は駅西南西方面へだいたい徒歩8分ほどの距離の場所にございます。宿泊施設などはございませんのでご注意ください。駅東側は主にスーパーとかがとにかくやたら多い地域になっております。次は高槻市に停車いたします。それでは高槻市まではまた一部を除いてナレーションを止めます。あくまでも一部を除いてです。JR 京都線平成区間ここから JR 京都線平成区間ここまで変わりまして、JR 東海道新幹線並走区間、ここから途中で新幹線に抜かれます。
逆に、はい、京都方面に向かう新幹線 N700。東海道新幹線並走区間はここまでです。まもなく高槻市駅です。天ヶ茶屋方面からの電車はほぼこの駅で折り返し運転をいたします。お、3000系また高槻市駅以降から大阪メトロ堺筋線の車両を見かけるようになります。宿泊施設に関するご案内です。駅の南側に高槻さんホテル、一般的な値段としては税込み7700円、シングルです。まあそこそこしますね。で、駅のすぐ北側に大阪医科大学本部キャンパスがございます。次は茨城市駅に停車いたします。それでは高槻市駅発車です。
はい、茨城市駅です。一部の電車はこの茨城市駅を終点とするものがございます。阪急バス豊川四丁目方面並びに郡山団地方面、青団地方面はお乗り換えです。次は淡路です。はい、茨城市駅発車です。しばらくナレーションを止めます。全面展望動画の方をお楽しみください。それでは後ほど。
66系が止まってます。阪急千里線並びに大阪メトロ堺筋線直通、そして JR 大阪東線は乗り換えです。淡路の次は重曹に停車いたします。発車までしばらくお待ちください。ちなみに駅の、まあ、東側、今は一応に商店街がございます。
はい、重曹駅です。阪急宝塚線、神戸線は乗り換えです。駅の東側には商店街とツタヤがあり、西側には繁華街が展開されており、国道176号線沿い一帯が、巨大な商店街のような状態になっております。宿泊施設は3軒ほどございますが、いずれもだいたい8000円ぐらいと見てください。はい、重曹駅発車です。次は終点、大阪梅田です。左側に MBS 毎日放送の本社社屋がございます。はい、それではここまで長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良かった、いいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録、コメントなどもお願いいたします。終点の大阪梅田でございます。大阪メトロ御堂筋線、谷町線、四ツ橋線、阪神本線と JR 東海道線、大阪環状線は乗り換えです。それではご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。2016年12月17日撮影分は本動画が最後となっております。